待ってます。日本一。久しぶりに聞いたっけ。ショパンの方ですね。聞きたいと思います。
夜会っていうんですか、皆様のこの遊びの場は明け方まで続くことが多くて、大体ショパンは明け方のこう日が明るくなってきた頃にこういう曲を演奏して、今日も楽しい一日だったな、もう終わっちゃうんだ、寂しいなっていうような気持ちになるような曲を作曲していたそうです。で、クラシックの作曲家というのはどちらかというとこう女性に愛を伝えるために曲を書いている方が多いです。で、このノクターンもそういった女性に対して演奏してちょっと素敵ってこうなってもらうようなことが目的だったのかわからないんですけれども、そうなることが多かったようです。はい、で続いて雨だれとか、雨だれとかリクエストしてた雨だれとか、ショパンの雨だれの前奏曲という曲を演奏したいと思います。これは曲を通して雨音がポタ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 垂れているような、そんなリズムがずっと続いていくんですけれども、この曲を作曲した頃ショパンは体調がもう良くなくって、ちょっと死を予感していたような時期でもありました。で、その療養に来ていた島でこの曲を作曲したんですけれども、恋人であった女性がですね、買い物に行ったきり帰ってこなくなってしまって、でショパンは不安な気持ちでいっぱいになりながらこの曲を作曲したっていうふうに言われています。ずっとこう続いていくリズムがですね、こうだんだん死に近づいていくような、止めることのできない足音のような、そんな印象を私は受けて弾いているんですけれども、とても素敵な曲ですので楽しみ。Thank you.
ね。行きますか。ベートーベン作曲の月光という曲を演奏したいと思います。今、ね、リクエストしてくださいました。この曲の好きなところは、サビさん、どんなところですか？なんかこう、スイスの古城というか、イメージさせるような旋律が好きかな。一楽章が一番お好きですか？そうですね。なるほど。月光という曲は、多分どこかで耳にしたことがあるかなというような曲なんですけれども、そう、一楽章はね、ゆったりとした曲で、湖の湖上にね、こう船を浮かべて、そこから月の光を見ているような、そんな素敵な曲なんですよね。ちょっと今、楽譜を探してます。ありました。そう、この曲を演奏したいと思いますが、この曲をベートーベンが作曲した頃に、ベートーベンは恋をしていまして、その頃30歳くらいだったのかな？ベートーベンは30歳くらいの時に18歳、とっても若い女の子に恋をしていまして、その恋は実って両思いになったんですけれども、身分の違いから、女性の方が高い身分にあったために結婚することができなくて、その女性は違う方と結婚したそうなんですけれども、そんな恋、破れた悲しいベートーベンの感情がこの曲には、詰まっているのかなと思います。どこか遠くで聞こえてくる呼び声のようなメロディーがとても印象的な曲になります。全楽章弾きますか？はい。おー15分ぐらいあります。1楽章は物悲しくって、2楽章はワルツ踊りの曲なんですけれども、これはとても明るくて、ちょっとホッとするような曲ですね。なので、そのベートーベンが若かりし頃の恋人と幸せに踊っているところを想像しながら作曲したのではと自分は思っているんですけれども、で、三楽章はちょっと感情が爆発するようなそんなアグレッシブな曲になっています。楽しみください、うん。Thank you.
Thank you.
作曲家の心情を聞くと、うん、分かりやすくてすごく気持ちよかった。あ、本当ですか。ね、この楽章はね、こういう気持ちで作ったのかなとか、ね、きっとここは楽しかったのかなとか、ちょっとそういうふうにね、また広がっていきますよね。で、次は、じゃ桜の。別れの曲から、その桜の曲。別れの曲。別れの曲は私最近聴いてないんですけど、多分、あの結婚、今の結婚みたいな感じになっちゃっても大丈夫だったら、いいですか、ね、ショパンの別れの曲という有名な、ね、曲がありまして、ショパンの別につけた題名ではないんですけれども、映画で、ね、使われたことから別れの曲というふうに、はい、呼ばれています。練習曲という名前で書かれているので、技術的に弾きにくいところもあったりするんですけれども、それをいかにこう美しく弾けるかっていうところにもかけられているのかなと思います。はい、ちょっと待ってくださいね。今楽譜は全部そういうタブレットなんだ。あ、そうなんですよ。この中に入れさせていただいて、で、ちょっと久しぶりに弾くので、弾けないところがあるかもしれないんですけれども。
その CM で流れていたことからこの曲が流れるともう大谷さんを想像される方が多いのではっていうようなそんな曲なんですけれども、その曲が、映画の中でふんだんに使われていました桜の園という映画なんですけれども、どんな思い出がありますか桜の園に。なんか登場人物が同年代だから、あ、松田聖子さんもね、松田聖子さん、違った中島京子、中島京子さん、失礼いたしました。白鳥、でそこで聴いていて、とても素敵な曲だなと。そうですね、サビさんは大好きになったんですね。はい、変速バージョン、あのエンドロールの、はい、ちょっとおしゃれなアレンジになっているので、おって思われるところもあるかもしれません。ではお聴きください。今度はショパンの
幻想奏曲曲を聴こうかなと思います。この曲はあまりショパン自身が好きではなくて、自分でいい曲だなって思っていなかった曲で、ショパンが生きていた頃には世の中に発表されていなかった曲なんですけれども、ショパンの死後にお友達が楽譜を発見して、うん、この曲すごくいいんじゃないって出版したことから世に知れ渡ることになり、今ではもうこの曲を聴いたらね、あ、ショパンの曲だなって思っていただけるくらい有名な曲として皆様に知られています。で、音形がこう同じところをよじ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 上がったり降りたりして、やった上がったって思ったらまた降りてきて、なんかもに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 同じところで悩んで、ああでもないこうでもないって言ってるような、そんなショパンの思いが伝わってくる曲かなと私は思います。で、真ん中ではとても温かくて優しいメロディーが出てきて、こう愛に包まれているような、そんな温かい気持ちで演奏できたらなと思います。それではお聴きください。
今からグルバーリーのことをデュオと2人で演奏するコンビを組んで、もう何年になるのかな、10年近くになるんですけれども、まあ、でもね、ふびさんにも1回コンサートにいらしていただいたこともあったりして、そうで、以前コンサートに聞きに来てくださった方が、レコード会社の方、そんなに大きいレコード会社じゃないんですけれども、来てくださって、 CD 出しませんかってお声掛けいただいて、そう CD を2人で出したりもしています。ではちょっと休憩もしつつ彼女を呼んでいきたいと思います。はい、こちらにください。ありがとうございます。